可愛らしい客室乗務員さんがおもてなししてくれました。今日は空のお仕事の体験イベントが開かれています。福岡県庁で開かれた体験イベントは、子どもたちに将来就きたい仕事のイメージを膨らませてもらおうと、県と ANA ホールディングスが共同で実施したものです。子どもたちは航空機を手信号で誘導するマーシャリングや、機内のおもてなしなどを体験して、飛行機の仕組みや空の仕事への理解を深めていました。中でも人気だったのは、客室乗務員やパイロットになりきる撮影会。憧れの制服に袖を通した子どもたちは、凛々しい表情でポーズをとっていました。飛行機の人はこんなの着てるんだなと思いました。どうですか、制服着てみて。かっこいい感じがする。パイロットも面白そうだし。何のポーズですか。飛行機と見るの。ANA グループは体験をしたことで楽しんで飛行機に乗ってもらい、将来就きたい職業の一つになればと話しています。